誰もが夢を見る。そんなキラキラした青春を経て、人は中堅地獄に落ちる。そんな地獄の底から何やら聞こえてくるのであった。はいはいはい、大丈夫なみたいな、めっちゃ聞かれるますわ。あ、ほんますか、うん、直接僕のところには来てないですねやっぱり。え、誰も声かけてこうへんの？誰も声かけられてはないですね。あの事実を知ってる人はおるの周りに？え、それこそ自分の後輩とかですか？うん、あ、言いました言いました。それだから言うて初めて、え、そうなんすかみたいな、うん、感じになる。なんか励ましの会みたいなない？励ましの会は、まあ、あのこっから一番近いやつができたので、うんうん、あ、近所に住んでる人がいるのね。はい、うん、後輩でいてるんで、うん、新年会しましょうって言われましたいや、どうですか？何がですか？どうですかっていうのは、都会の、まあ、都会の暮らしには慣れた？都会の暮らしにはまだ、でもこの楽しいが勝っちゃってますね。周りはあんま知らないところが多い。ああ、そのなんていうか、地元感がまだそこまで達してないってことか。はい、この外出たら、前住んでた家よりも空が開けてるんで、うん、開けてる上にあれよね、その繁華街に近いから。そうなんですよ、うん、なんかいろんなこの道もいっぱいあるんで前住んでた家はあの2本ぐらいしかなかったんで道が。まあな、まあ、松文字さんの前には今道はないけどね。やめてほんまにこっからどう耕していこうと思ってんねんけど。あったのに、うん、耕す場所が前あったのに今もう崖になってるから。でも俺クワだけ持ってるんでどうしようかなっていう。クワももう A しかないです。 A しかない金属の部分ないで、クワや思ってるだけで取れてるから、ね、もう捨てたろかなと思ってますけどね。先の方黒なって持てんで、あの、いたんで一回水につけた後の木なのかね、分かんないですけど、まあ、そんな感じでございますよ今は。いやいや、ええ、もうどんくらいですか？どんくらいおる？1週間ぐらいおんの？1週間ぐらいは。なんかえらいもんで、あれやな、でも大人の2人やからさ、はい、男性2人やから、うん、このどっかで線引きをちゃんと引きつつ過ごしてるな、はいはい、過ごしてるな、ちゃんとしてるなって。あ、でもよう考えたら1週間経ってないですね。経ってないかな、5日間ぐらいかな。水曜日に来てるんで僕。あ、そう、あ、はい、そっかそっか。いや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 、お世話になっております。いや、もうゲームばっかしてますわもうおっちゃん2人で J-POP 聞きながらゲームしてふぅ言うてるもんな。サビだけめっちゃ歌ったりとか。うん、楽しいわなんかこの少年心じゃないですけど、忘れてた何かがこう出てきてますよね。だ、この辺があかんのよな、その、うん、要は地獄は楽しいから追ってまうねんな。そうやねんな、抜け出さなあかんのに、うん、辛いな、この地獄から絶対抜けなあかんのにね。そうやね、インド料理屋行って初めて食うもんにびっくりしながら美味しい美味しい言うてる場合ちゃうでもうバカみたいなこと言いましたからね、僕ナンでかいって言いましたからね、もうアホみたいなセリフ。インド料理屋のナンってなんであんなでかいんやろ。あれすごいでかいっすね、うん、ほんまにあんなでかいとは思わなかったですわ。もっとなんていうん、ちっちゃいのを何枚か、でもそんな風に焼かれ作られへんのかな、わからんけど。あ、でもどうなんですかね、なんか規定のなんかがあるんかな。写真でしか僕は見たことなかったんで、なんっていう食べ物を、うんうん、あんなごついもんやでも大体あんなもんや。へえ、でかいわ、うん、美味しかった美味しかったこの辺りにはいろんなご飯がある。いろんなご飯がありますよ、うん、次どこ狙おうかな。どこ教えてくれるんですか次。コメントで決めてもらう書いていただいて。そうやね、第一候補が、うん、つけがもうどん。あー、うまそうやな、まあ、うどんもそばもある。つけがも屋さん、つけがも屋さんってうどん屋さん、いいですね、うん、いいですね。ちょっとこの冬にはあったかいスープなんやろな。でもう一個はね、うん、K-POP とかずっと流れてるサムギョプサル屋さん。おー、いいですね、うん、ここなら韓国人ばっかり客も。あ、そうなんすか、うん、結構で、こう焼いてくれるとこで。あー、ガツンと来る感じの。あ、いや、カップルで来るようなちょっと綺麗な。あ、それもめっちゃ近所にある。へえ、いいですね。あとなんか最近見つけた、もつ鍋と焼き鳥をやってる、まあ焼き鳥屋さん。ほう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 。この3つどれかやな。もつ鍋、鍋もええな。鍋行きたいな。ザ・冬ですもんね、鍋っていう食い物。おう、
よろしいな。ザ・冬ってが何かよう分からんけど。何ですか。ザ・ウィンターみたいな。あ、そうです。ザやったら言ったのに。あかんな、ちょっとあれやわ。何。ずっと家におるからさ。うん。錆びついとるわ。松本さんが、ね。まあ僕は午前中ちょこちょこっとは出てますけど。うん、いやだってあったかい暮らし。マイスイートホームみたいなもんですから。キョンキョンの。引っ張られるな、やっぱりさっきまで90年代の曲聴いてたから。でもあれやん、声色も明るくなってるやん。そらそうですよ。あの、自殺しそうな感じなくなってるやん。ようやく最近ね、ちょっとあの取り戻してきました、この心の傷が治ってきて。ようやくですよ。いややった、もうほんまに。何をしてんのこれは。中堅時刻でございます。いいね、出てるね声が。何ですかそれは。これはですね、いろいろなニュースをですね、ネタミやソネミいろんな観点からね、こう喋っていこうっていう番組でございます。なるほど、うん、神奈川と言います。松本さんと言います。もうでもこれあれやろ。何、まあ居候生活まだ5日目ぐらいやけど、はい、意外と僕がええやつってことが分かったやろ。いやそうっすね。そうっすね。いやだから僕は言いたい、このタケちゃんをね、嫌いな人っていっぱいいるじゃないですか。いっぱいおるな。これがややこしいことにいっぱいおるねん。いっぱいおるね、うん。まあその分あのいっぱい好きな人もいるんでしょうけど、うん、まあ、こう嫌いなやつに言いたい、お前ら全員俺にかかってこい。俺を倒してからや。からやと。ふざけんなと。俺こんなに人に恩義感じることないぞと。まあいっぱいいますけどね、他にもね。いやバイトも探さなな。そうなんですよ。ただね、だから困ってんのが時期が悪いよな。そうなんですよ。年末年始がこれから差し掛かってくるんで、うん、だ年末は、あ、年始か、年始は僕は郵便局の、うん、あれもし行けそうやったら行こうかなっていう。あ、もう何もせえへんっていうのはちょっとしんどいんで僕、うん、暇いし、はい、動かしとかなダメなんで、年末だけがちょっとね、やっぱ今すぐ見つかるのが難しいなっていうのが。まあそうよね、うん、まあゆっくりしたらええんちゃう、年内。年内ね、ゆっくり食べたり、うん、ゆっくりお茶飲んだり、ゆっくりタバコ吸って、いつもより3倍かけたら3分の1で終わんだ。ねえ、でもいい暮らしをさせていただいておりますわ。いやいや、そんなそんな、うん、ありがとうございます本当に。いえいえ、ではなんかやってみましょうよ、がっつりニュースやってみる。ああ、そうですね。最初のニュース、お前なんかやれよ、職場の忘年会の一発芸で逆襲する人もということで、はいはいはい。まあ、これからの時期もう忘年会ですよね。そうやね、はい、やっぱ忘年会、まあ僕らあんま知らないですけど、一般の会社とかではそういうなんか一発芸をこう見せなあかんとかいう時間があるらしくて、余興の時間がある、はい、あるみたいでして、うん、でなんかこのまたこれね、我々大好きしらべえさんが出してるニュースなんですけれども、はい、まあ、また調査したんですって。20代から60代の有職者男女661名に調査したところ、会社の忘年会や新年会で一発芸をやらされた経験がある人は全体の 22.1%、うん、2割以上の人が、まあ、何かの芸をねこうやってたわけですけれども、この間もですね、うん、幼馴染っていうか同じ村出身の人が営業マンなんやけど、はい、なんか久しぶりに飯食おう言うて、はいはい、でわりかし社会人の人ら何人かと飯食べてんけど、社会人っていうかサラリーマン、あんまりね、あんま、うん、一緒に食事することはない方々じゃないですか。でまさにこれ言うてた。ああ、そう、12月になったら営業マンやから取引先の忘年会とかで12月で15件とかねんて。うわ、月の半分。うん、ほんでそこでなんかやれは言われるって言った。でもみんな結構楽しんでやってるって言ったけどな。あ、そうなんですか。あ、ほんまあの結婚式の余興的な、はあはあ、やらされてる感じではないんすか。いやだからやらされてると思ってもどっちにしろせなあかんから、はあ、まあね、楽しいモードになんとか持ち上げてんじゃん。自分のモチベーション上げていかんとね、うん、うん、ほんで何やったとか言ったらこう、何ブルゾンチエミとか、 あとクールポコとかも多いんかな。あ、多そうですね、うん、あ、今そう考えたら誰が一番人気になるんですかね。それはアキラ 100% じゃん。今やったらそうでしょう、ね、だってこういうのってさ、忘年会、まあ、酒の場やからさ、はい、若干下品になるやろ。まあどうしても、ね、大概、はい、これさ、あの正統派のさ、はい、和牛缶コピーとか絶対おらんやろ。いやそれやられたとしても多分忘年会じゃウケへんと思うしね。やるな、うん、そういうことじゃないじゃないですか、うん、目的が。
いやそうです、ね、これでもあるよね、はい、このお笑い界とかさ、うん、まあ音楽界とか、はい、忘年会とかあるけど、はい、逆に全く芸なんかせえへんな、だってもう普段あれやから、全然傷の舐め合いしかせえへん、はい、だからなんかその、まあ、芸人同士の飲み会、まあ、割と上の先輩とかの飲み会に行ったら、うん、そのテレビとか、うん、その舞台上でやってない一芸というか、あの例えば手品であるとか、そういうことをやったりして盛り上がるっていうことが多いみたいですね、うん、まかないやろ、まかない芸やろ、はい、あのメニューに書いてへんやろ裏メニューみたいなとか、なんか好きな人の、うん、何長渕が好きやったら、はいはいはい、それをモノマネ、モノマネっていうかそんなしてみたいな、はい、だからこれ結構みんなやられてんねんな、いややってるんでしょうね、うん、ほんで何これ、うん、あ、逆襲するっていうのは何、そのネタの中でビンタするみたいなことか、はい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 、あれさあこう分からんけど、あん何が楽しい話でどういうことですか、何が楽しいっていうのは、いやその余興みたいな、うーん、自分が考えてもない、まあ言うたら人のふんどしをね、うん、お借りしてやるわけですけど、こんなん考えたらさ、僕もほら今 CD も出てさ、うん、今度また出るって印税の、はいはい、契約の話してるやん、うん、ここだけは芸人にも印税あってもええかなと思あ、ほんまですね、no、使われてるわけですからね、うん、うん、まああのあれがないけど、その調べようがないけど、はい、no、これなんかやらされたことある、僕ですか、うん、いやさすがに芸人が芸人のなんかせいとか言うのはまああんまないっすね、ないよな、いやいや、それこそそのバイト先とかさ、はい、学生時代とか、はい、は、うん、なんかそれね、でもね、一般人っていう言い方あれですけど、うん、にも割とこう浸透してんじゃないですかね、なんか、うん、まあ、その昔で言ったらそのダンディ坂野さんのやつなんかやってやみたいなのが、うん、ゲッツみたいなね、はい、うん、はもう全く言われないんですよ、あ、やっぱ芸人が芸人の真似をするっていうのがあかんみたいな、あ、なるほど、失礼やみたいな、はい、なんかただ、うん、なんか振り幅がでかいことは言われます、なんかおもろいことやってやとか、あ、なかなか振り幅広くくるやんっていう、そんなんできてたらな、うん、売れてるっちゅうねんな、うん、多分ここにおらんと食に困ってないはずやもん、変な疑惑も逃げられへんもん、俺泥棒扱いされへんもん、されへんもん、やめてそのはっきり言うなふわっと疑惑って流してねえからちゃんと言葉にすんのやめて口に出すのめっちゃええねん、やめて、またそれ処理しきれてんから俺の中で、言ったことないやろ泥棒扱いって、うん、言ったことないし言われたこともないし、なんなんやろね、あれやろ、22期扱いとかしか言われたことない、言われたことないとしてしか扱われたことない、うん、なんでほんまな NSC の上の先輩の人に22期扱いのって言ったら、うん、扱いって何って言われるんですよね、22.5 期のやつとはどんな関係なみたいなのが、よう分からん、オーディション組とかだったら、はい、僕もないかな、ないでしょ、僕だって、うん、その友達のな、そのこの間飯食いに行った時も、はい、僕結局その、うん、踊る神奈川御殿をするから、相手が受けてようが何しようが、はい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 、あのしらけてようが、はい、なんかそんな隙間はないねんな、あの差し込むような、なんか落語が好きやねんみたいなこと言ったら、ほんで落語なんかやってよって適当に振ってきたけど、え、嫌、ー、やけどって言ったもん、こんなもん言うたったらええなんなんすかそいつ、バカなんすかそいつはだからそういう意味でそのツッコミね、まあ、上司とかやったらそういうこともできへんや、はい、だからうまいツッコミで切り返すっていうのもいいかも、あ、僕だからそれを多分やってます、うん、その踊るたっちゃん御殿じゃないですけど、うん、僕も割とそんな風にしてやってますね、何を言ったら向こうが引くかな、引くっていうかこの手を引くかな、僕やったら、うん、いやいやただのおもんないおっさんですやんっていう、 あなたそんなふりしてみたいな、はい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 、でこれで終わらす、あ、向こうにも気づかせつつ、はい、あの滑ったことにもならへんし、うん、滑ったっていうか断られた形にもならんし、はいはいはい、でギャー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 で、あー生絞り中杯をみたいな、うんうんうん、もうすぐ間髪入れずカンカン、でも僕もあんまりでも実際問題ないんすよね、だからさっきのも聞いた話でとかですし、あ、なんかおもろいことやで、まあなんかそのなんですかいじられキャラというか、うん、まあ、僕もわりかしそっちの方には足入れてるんですけど、うん、あんまりないですよ、ツッコミ芸なんで僕も言うても、そうやね、うんうん、
突っ込んでばっかりっすね、もうこんま細かいところ。なるほど、うん、小指立ててるなみたいな、グラス持つときにおかまやないかみたいな感じからこうどんどん展開していくことも、ね、やっぱおかまとかもう、うん、あれやわ、差別的な感じでちょっと不快やわ。ええ別におかまの人だっていいじゃない別に。いやまあまあその人あかんみたいな、いやその人はっきりとしたらなんかそのダンディーな人やったんで、なんかなんかおかまやないかよとか、うん、おかまがあかんみたいや。いやいやまあそうっすね、おかまの人が何があかん、きれいきれい、ここきれい、もうここきれい編集せえ、ここ、こんな感じで、うん、うやむやっとしたしたい、ね、なんかやれみたいな。そしてこんな感じの日々を5日間ほど過ごしておりますけれども楽しいですわほんまに。ちょっとでもあの一気にゲーム機も増えましたしね。そうやねんな、うん、あのソフトも買いに行ったもんね。買いに行きましたもんね、うん、楽しい日々を本当に過ごさせていただいてますけど。そうやね、持ち金がなくなったら何とかしてスロットで増やすってこと。そうなんですよ、ようわからんことしてる、うん、僕は全然できないんで、うん、その辺はタケちゃんお願いしますぐらいの感覚なんですけど、ただの全然学校行ってへん大学生みたいな生活してる、うん、負けたら家入れへんそれでは続いてのニュース、エロ本が母に見つかる VS 母をエロ本で見つける、どっちがマシという、なんかちょっとジャンルがちゃうような気もするけど、ジャンルがちゃうけどこれはちょっとあれやな、うーん、どっちがマシという質問ですけれどもね、うん、こちらも調べさんの、うん、内容でございますけれども、まあだから今までやってたこの究極の選択みたいな感じなんでしょうね、うん、はい、いやどうですか。いやでもまあエロ本がね、うん、母親に見つかるなんていう話をよう聞きますけど、まあそんなもん、まあ100% 見つかるからね。まあね、うん、僕はあんまりこれに関しては別に見つかってもいい、うん、まあでも恥ずかしいは恥ずかしい、恥ずかしいのは、うん、うわーっとはなりますけど、おかんをエロ本で見つける方がむちゃくちゃブルーならないですか僕ちょっと名前は出されへんけど、はい、関係性も言わへんけど、はい、知り合いの人に昔新宿の、うん、ブートレックビルみたいなとこ行ってん、あの、はい、海賊版ばっかり売ってる、まあ、ちょっと違法っちゃ輸入の、はい、でそこで、ま、洋楽のバンドのライブビデオとかを買おうか言われて、はい、もう十何年前、僕10代やったから、うん、でそこ行ってこうビデオ選んでてん、はい、あこのバンド好きやとか、はいはいはい、あこれこの公演のやつかとか、うん、その時にボソッとなんかそのフロアの上のフロアが、まあ、いわゆるエロ屋さんやって ありますね、うん、そういうのはね、うん、でその一緒に行った人がボソッと、ああこの間 AV 見てたらあのお姉ちゃん出てたっつって、でお姉ちゃんその AV で発見したの発見してその直後にお姉ちゃんは海外旅行を6ヶ月間行ってた、だからもう完全にお金が入ってる感じやな、すごい額の金額が入ったんですね、うん、それはものすごいへこんではったね。いやそりゃへこむでしょう。あと誰やったっけ、妹が AV 出てたん誰やったかな、わわわわ、え誰やったっけ、ちょっと待って誰やったかなって名前を出そうとしてない大丈夫ですかそれ、音楽の人やったかお笑いの人やったかどっちか忘れたな、のその方の妹さんが、うん、いわゆるそのセクシー系の、そうそう角にしてたっつったと思う誰やったかな覚えてないな、カドニーって久しぶりに聞いたわでもそういうことやろ、そういうことなんでしょうね、これさ、うん、まあそんなもんエロ本見つかる方がマシに決まってるけどさ、はいはい、母親が載ってるエロ本を母親に見つかるのが一番嫌いな、嫌ですね、それ見てたんやってなりますしね、バレたんやもあるし、うん、この双方が双方がなんかその日の晩の飯なんかやばそうな、なんか変に親子やのに他人行儀が出てきそうなね雰囲気ありますよね。まずさ、うん、僕あんまり好きじゃないんやけど、はい、エロ本とか関係なく、うん、僕が生まれる前の兄弟とか、うん、親の写真僕見たくないねんか。ああそうですか。だってなんていうかね、うん、僕が生まれる前からこの人ら家族なんやと思うやん。はい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 。だからおってもおらんでもよかった感じにならへん。だっておらんかっても その世界があるわけやろ。まあまあまあありますけど、そこに新しいのが一個ポンと増えたみたいな感じでいいんじゃないですか別に。いやけどだからおらん、僕がおらん、うん、僕っていう存在が全員の共通認識でおらんっていう世界を、うん、自分の家族で見たら変な気持ちにならへん。うーん。なんかわからんけど。難しいですね、うん、なんかね。
僕なんかそれになるから、あの親の若い時の写真とか全く興味ないし、もう見せんなって感じ。え、ほんますか、うん、僕ガンガン見ちゃう派っすけどね。あーそうな、あ興味が出て、まあイケイケでしたからうちのおもろいからじゃそれなんかこのあるじゃないですか、このセンスにふわふわななんかつけて、ああジュリアナ東京おいみたいな感じのおかんが言いました何これって言いましたもん。あー見つかっちゃったそれ私って言われて気持ち悪いってなりましたけどおかんにもやっぱね、やっぱそれは同じように年は取っていくわけですから、うん、それはあるわけ、若い頃あるやろうけど、うん、おかんこんな感じやったんっていう、今変わったなーっていうのがありますよね。ほんまやな、はい、それはめちゃくちゃ面白かったですね。そうこの時私ほんまによういろいろ遊んでたよみたいな僕でもあれはその、うん、あれ聞いた慣れ初めみたいな両親の、ああいや聞いたことはないっすね、全く聞きたないわ僕慣れ初めはね、気持ちまあ僕は知ってんねんけど、うん、おかんに言われて、あ、おかんバツイチで看護師やってん、バツイチこぶつきの一番上、はい、一番上の姉ちゃんがって、はいはい、ね、でおとん競輪選手で、うん、競輪選手ってレース中の事故したらもうマジ大怪我やんな、あまあでもそりゃそうでしょ、骨ボッキボッキやから、うん、で入院してきて骨折れて、うん、でまあおかんから聞いたのもちょっとだけやけど、うん、でも毎日結婚しよう言われたから結婚した言ったあなんか恥ずかしいな、恥ずかしいよ何この感じそうナンパ的な感じなのか、なナンパ的な感じやん、だけどその毎日結婚しよう言うてるおとん気持ち悪いやろいやなんかそうやなお父さんってどうしてもこのなんか威厳があるような感じもあるからね、僕の前ではそういう男っ気も出さへんし、はいはいはい、はい、あの言い方あれけどもう僕の言いなりな感じやね、もうちっちゃいとかそういう関係性、はいはいはい、いやなんかそうやな、ちょっとなんか聞きたないやろ親の慣れ初め、うん、どう受け止めたらいいのかなんかわからんな、ストライクやねんけどなんかボールが全然違う方向から落ちてきたぐらいの感じやから難しいな、なんなんやろこの感じ。あれさどっちが、本日はちょっとまた内容変えるけどさ、はい、今彼女がおるとするやん、まずはいはいはい、ねえまあお母さんは、うん、結婚してはるやんか、はい、うん、親のセックス見るんと、うん、自分のセックス見られんのどっちがいいや。はあ自分のセックスです、見られる方がいいや、見られる方がいいや、どこと特殊ってこといや違う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 、アクロバチックってこと、いや違う、なんかなんやねんとか言うでしょ絶対そういう時って、なんか見られた恥ずかしさをごまかすためにみたいな、ああ、うん、まあありますし、なんやろなんか嫌やな、なんかなんかすげえ嫌親のセックスはだってパンと見てもあごめんっていう、なんかそこに関しては親というよりかは他人のセックス見ても一緒かなっていう感じなんですけどね、あガチャッと開けた時にやってたらあごめんっていう、うん、ここは一緒かなと思うんですけど、うん、自分がやってるとこ見られたら言うたらケツ丸出しなわけでしょ、ケツ丸出しやで、ごっついやつもケツなんかなかなか人に見せへんや、男はケツ丸出し背中血まみれやで何があったよ俺なんでなんかしてきた帰りな、なんなんそれ俺おかしいやん、俺のガラスの破片刺さりまくりやでうわラストセックスや絶対それその後死ぬで俺僕どっちやな、僕でも見る方が嫌や、あ嘘やなんで、僕なんかもうこんなん言うのもあれやけどさ、うん、自分のセックス人に見せんの何も思わんから、うわー変態いや何も思わんから変態ちゃうやろ、嬉しい人が変態なんやそか僕嬉しくも悲しくもない嘘さあ笑えってなる嘘見る方がマシっすか、見る方がうん、うわ気持ち悪って思うぐらいやん、いやいやいやまあね、見られるときはほら盛り上がそっち盛り上がってるかってなるやん、嘘やんなる、嘘でしょ、なるなる全然なる、ほんまに、うん、そこの羞恥心はなんかないないっていうか、はい、多分低い、僕は無理そう、わごめんごめんごめん、うわ悪いことしもうたな、これから帰る前に一回連絡しようぐらいの感じにしようと思いますけどね、まあ、実際見たことはないんですけどね僕、うん、親の、ああ僕もないわ、うん、さすがにない、気持ち悪いもんな、まあ、ちっちゃい頃はあったんでしょうけどね、ほんまに
2、3歳とかね、うん、僕らがなんかなんかピュッとかかるのも嫌やしなえらいこのドアの近くでやっとんなそれかなり僕らも下の方から行ってんな、まあ、それちっちゃい子やから。いやちっちゃい子やろけど、2、3歳の時は何かわからんままなんかあ、なんか目入ったみたいな痛い痛い痛い地獄の会話はまだまだ続きます。今週はここまで。チャンネル登録と高評価をお願いします。See you next 地獄。